いや、雲一つない本当に秋の青空が広がってますよね。気持ちがいいですね。さあ皆さん、この後ろの建物、実はかつて小学校だったんです。すごいでしょう。ここは旧豊北町の滝部。今回はこの滝部の町でよっこい食堂、レッツゴー。旧滝部小学校本館は大正年間の建築物で、現在は豊北歴史民俗資料館となっています。さあ今回伺うのはこちら、一般食堂博多屋さんなんですよね。ここ滝部でなぜまた博多屋なのか、しかもひらがな4文字で博多屋、ちょっとリサーチしましょう。じゃあ早速中にお邪魔します。いらっしゃいませ。どうもお世話になります。じゃあ今日はですね、この辺りの席に、よっこいしょと行きましょう。博多屋は先祖代々伝わる家の屋号なんだそうです。たった一人で店を切り盛りするのは川端和子さん。病院の介護職を定年退職した後、この店を開いて15年になります。名物のお好み焼きは母親直伝の味なんだそうです。一番人気の豚玉は分厚い豚肉がたっぷり入っています。いただきますよ。音が音で美味しそうですね。音で美味しそう、美味しいですね。キャベツがね、割と大きめのざく切りなんですよ。だからシャキシャキっとしてて、しかもそのキャベツの甘みがね伝わってきます。それと豚がね分厚いの、豚が分厚いの、だからこれうまいんだね。豚肉はなんと厚さ7mm、他の具材と一緒に生地に混ぜ込んで焼きます。お好み焼きに入れる厚さなんです。1枚でお腹いっぱいになりました。はい、お待たせしました。すごい、一番人気は日替わり定食、700円でこの品数、川端さんも腕によりをかけます。この日のメインはチキンチキンごぼう、学校給食でも大人気のメニューです。週1回は通うというお客さんも定食を美味しそうに食べていました。20代で若いんですけど、本当お腹いつもお腹いっぱいになってますね。サービスもすごいんで。コーヒー来たよ。これもサービス。はい、サービスね。おばちゃんいつもサービスしすぎじゃないかなっていうぐらいしてますね。はい。では早速、一番人気の日替わりチキンチキンごぼうからいただきましょう。絶対美味しいやつだね。ねえ。あ。うん。チキンも歯ごたえがあってボリュームがあって、でそれにごぼうの香りがこうふわってくるっていうね、人気の理由が分かりますね。で甘辛くね味付けがしてあって、卵2個分のこのボリューム、もちろん手作りお袋の味です。いただきます。うん、うまい。味付けがね絶妙ですね。で卵焼き独特の香りがね口の中に広がります。米、味噌、醤油など全て地物、漬物も自家製です。こちらの博多屋さんの定食は愛情とか頑張ろうという心意気とかね伝わってきますね。全て手作りです、もちろん。納得、満足、腹いっぱいになる愛情たっぷりの定食でした。毎日手作り弁当の配達もしているという川端さん。
夜は予約があればステーキや鍋料理も提供します。やってって言われたらもう、そうですね、断りきれんね。朝電話になると出ないかと思う。そうですか、はい、でもおかげでみんなが利用してくれてですから、うん、ありがたいです。ありがたいですね。地域に愋されて15年、今ではなくてはならない存在の博多屋。川端さんは一年一年を区切りに命の限り続けたいと張り切っています。